アジアキャンプ切り抜き宇治原さん2000円スタートしていくよ。アジアキャンプ来たコメントすべてに拾う生配信止まってんのはすっごいところでこれなんだこれ嘘みたいな狙ったみたいになってどうしたいんだこれお前あーじゃねえでもどうしたいんだお前切んのか一回これおいとんでもなく恥ずかしいところで止まってんじゃないかお前これでいけるかまだこれじゃないかよお前いけたのかこれでやめようかなもうじゃあスタートしていくわ TU さん2440円どうせ今日も顔長いんだろうな顔どころじゃねえわお前こんなになってお前福岡さん気をてらってるてらってねえわ高木さん2000円芝様絡むなお前田村翔一さん2440円まる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 なんて書いたんだ絶対こんばんはじゃねえかこれ社会人ダンサーさんイエール大学卒業してる方ですよねメガネで判別つくだろ崎山陽さん切り抜きの方が面白い切り抜きの方が面白いのは全員そうだわ面白いとこだけ切り抜くんだよ。タキさん2440円ジャケットの白い玉模様カエルの卵みたいで可愛いです気持ち悪いだろさこれで、ね、これがベストチャッターの芝だな芝さん2440円ほいやさあ実はそういうのじゃないないやそういうのじゃないよお前中学校の時のノイダサイト誰もわかんねえんだからお前がほいやさってお前ゆうちゃんにほいやさって言いながらチンコガシッて触って全く切れたことないゆうちゃん顔真っ赤にして追っかけられたみたいな話誰も知らないんだ続いてまいさんほいやさなんでハマってんの急に金玉触り合う遊びだぞ怒りのゴール機あやめさんほいやさウケるなんでだよ何が面白いんだお前高木さんほいやさやめろお前やめろほいやさお前勘違いするだろあいつ受けたみたいになるだろお前続いて志麻さん2440円深夜や深夜やめろっつったよお前は本当にここ数年その言葉しか発してないぞ俺らの目の前で会話しろお前怖いんだよお前朝方坂本にお前 LINE のスタンプ50個連続で送ってくんだ気持ち悪いえノブシーガさん2440円今日は中にほいやさそういうことじゃねえんだよテンション下がるわ二階堂じいさん2000円最初はグーじゃんけんぽいあっち向いてほいやさやめろどうやってほいやさ出そうかなって時間作んなお前マグレオパンチさん2440円初スパチャですここって下ネタの回ですよねでは私も失礼おてんほいやさだろ本当に来てすぐ打ち込んだのかよく見せるあーさん深夜や深夜そっちハマってる人あんまいねえわ前さん2440円久しぶりに来たいつも通り安心したいつほいやさって聞いたんだお前配信ノムシーカさん2440円ところで島さんってどなたですかとりあえず女紹介しますんで今日は一緒にほいやさネロい言葉に変えんなお前あとお前あいつのインスタの DM 全部お前奥さん管理してんだからお前それでお前女の子にちょっかい出してお前また奥さんにその DM 直接見られて怒られちゃうだろしまったえ超無課金アルバディ代表さん2440円チュキチュキビーム気持ち悪いせめてメイドの格好のやつやってこいタカさん初コメですって言っとけば読んでもらえそうな顔してんなそんなことはねえわつねかじいさん2000円誰だよ親の金使うなお前続いてアルフォートマシモシさん芝焼き鳥になるだろやめてやれお前小学校の前文春のあの将来の夢焼き鳥って書いたことやる超無課金アルバディ代表さん2440円今からスウェーデンエイペックス世界大会そっちに集中しろなんでその日限ってお前どの YouTube も見んなお前パルマルさん2440円よくサザエさん見るけどイクラちゃんの次回予告をそろそろ聞きたい伝わらねえだろまあ、だろテンさん2440円高木様女の子の名前何がいいでしょう高木に聞くなお前どうすんだ車の名前つけられたらお前高木さん2000円前様みゆきちゃんというお名前が一番素敵ですどういう統計取ってそうなったの何において一番だお前高木さん2000円みゆきちゃんは私のお母さんのお名前ですね素敵でしょうん素敵じゃないとは言えないだろ想像しろや
以下のじいさん2000円、想像妊娠している人の気持ちを想像する柴さん、滑っています。してないわそんなこと。想像という概念ないわあいつら。以下のじいさん2000円、 DJ ちゃんさんは視力検査の時全部 C って答えると聞いたんですが本当ですか。そんなバカじゃねえわ。あいつ逆に言われたことしかやらないわ。ラサティエ3世さん、コロナのせいで10年ぐらい無職で辻褄合わねえわ。続いてエサッカー18さん、タネミカコかよ。どこがだよ。ノブシーカさん2000円、今日も疲れたな。これからよくわかんねえ女と会うんだけどだるいな。三浦健一さん代わりに行ってくれね。あ、渋谷に22時だからやめとけお前。発狂するわ相手。アティアンさん2440円、コロナビーム笑えるか。ロムシーカさん2440円、しょうがないから行くか。さあ今日もパーティーの始まりだ。俺の東京タワーに元気注入するか。なんだお前。なんでお前今からデートなのにネット上で軽く滑ってから行くんだお前。よし行こうって。どうしたの、暗いけどか。いやいやじゃねえよ。ロマキーマルさん6100円、この前数人の友達と飲んでいた時の話です。一人が卵料理って美味しいけど作るの難しいよなと言ったのに対し、みんなも確かにと同調していました。俺はこう言いました。卵ってさ、鶏が頑張って産み落としたものを人間は何の躊躇もなく持って行って食べてる。あれめちゃくちゃ命の塊じゃん。逆に人間が頑張って産んだ子供を違う生き物が持っていったらヤバくない、発狂でしょと話すと、連れの奴らと周りにいるテーブル席の人たちも下を向いて黙っていました。みんな自粛続きで飲み会の楽しみ方忘れたのかな。お前が行かなきゃオールオッケーだよ。感謝しろよ、それでも誘ってくれる友達に。ハガキラゴさん2440円、ね、ナイトファイア火をつけてよ、まめらめらびっくりしたくて、ナイトファイア、いつもマジでだけどかなりポップでいたくて、ナイトファイア飛んで跳ねてこの世界をひっくり返して、ナイトファイア導火線はこのハートにつなげるから、ナイトファイア。知らないわ。ナンバーユーレンさん2440円、もう何回来たらいいんだよ、早くキャッチボールしようって。プロとできるか。やったことないわ。ノミソヒレイラちゃんさん2440円、盆踊り早くないですか、パラパラだわ。若さゆえゴリムティースさん2440円、パラパラ下手すぎて溺れてんのかと思った、水どこで。マルマルさん2440円、リョウタ笑い疲れてんな、どこ見てんだ。その通りみたいな笑い方してるじゃないか。オニシさん2440円、悪魔に取り憑かれたかと思いました、無事で何よりパラパラだわ。カムイさん2440円、お前さもっと真面目に切れろよ、一言で切れて流すなよ、2440円もう大金だぞ。ひどいな今のは。なるべく適当に切れようと思ったら、なんか言葉少なめにしようと思ったら、へんっていうよくわかんないの出ちゃった。1年前なら顔真っ赤だよ。まるまるさん2440円、かっこ変顔でしどうだ、格好無視された気分は。2回のじいさん2000円、前世虫からよくここまで頑張ったら、違うんだけど。違うと言いますか。カムイさん2440円、ひえーはさすがにおもろい、文字化すんな。まるまるさん2440円、格好変顔でキューゼット訴えてもらって構わないからな。今日も見てくれてありがとうな。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。適当に言ってやったわ。